イロシバイクー .com。 いやー寒い、ずーっと体調悪くてガレージからは久しぶりですね。今日はホンダのディオチェスタ AF68 のエンジンオイルの交換方法をしたいと思います。この夏にもらったバイクですね。動画ゼロなので早速作業開始していきます。そしたらここから作業開始です。まずは古いオイルの排出でオイルパンを敷いておいてセンタースタンドで作業します。オイル交換は定期的にされてると思いますけど、念のためレベルゲージである程度の期間を決めてれば減ってるかどうかが分かりますので、異常事態に気づけます。レベルゲージ抜いてそのままねじ込まずに刺して抜き取ると。ウェスなどにつけてギザギザの部分、上限から下限にオイルがつくことを確認します。そしたらオイル交換です。17ミリでドレンボルトを外していきます。これがちょっと奥にありますので、エンジンオイルの排出ってアイドリングを前もってして温めておいた方がスムーズでいいんですけど、マフラーもすぐそばにありますので手がひっついて火傷しないように重々ご注意ください。そのまま外すとドバッとオイルが出てきます。こう見ると真っ黒ですね。ドレンワッシャーも落ちちゃいました。これです。通常のワッシャーと違ってドレンワッシャーは厚みがありますので、潰すことで咳止めると。潰れてる場合は要交換です。ディオチェスタ AF68 は内径12ミリのドレンワッシャーです。最後にも言いますけど、廃オイルは産業廃棄物扱いですので、個人の方は必ず廃油処理パックなどを使って燃えるゴミで出してください。そしたらドレンボルトとワッシャーをかましてあげて、そのまま手締めで底付きまで締めてあげます。ここは舐めてしまうとエンジン腰下ですので五輪銃扱いです。まあ場所がいいだけに補修は簡単なんですけど、めちゃくちゃ丁寧に扱ってください。最後にトルクレンチで24ニュートンメートルの力で本締めです。場所的にディープソケットかエクステンションバーがあった方がいいです。先ほども言いましたけど、エンジン温めた直後とかに作業されてる方は手が当たっちゃいますので火傷に注意です。OK です。これで24ニュートンメートル、下側の作業完了で、あとは上から新しいエンジンオイルを入れていくだけです。フォーストのエンジンオイルを用意して、そのまま継ぐか、またはジョッキを使って 0.7 リットル、700ミリリットル測って入れてあげます。このオイルジョッキがあったら簡単です。あとは上から注いでいくだけです。昔は上抜きしてましたので、オイルサクションガン使ってたんですけど、今はマニュアル通り動画配信するようになりましたので、マニュアルに忠実に一応してます。ただただこぼさないように継いでいくだけです。継いだ直後のチェックはいるかどうかも知りませんけど、オイルレベルゲージキャップ兼用ですので、根元のところにオーリングがあります。これ視聴者様に教えていただいたんですけど、劣化してて硬くなってたり割れてたりするとオイルが白濁化しちゃいますので、水分含みすぎて著しく性能劣化しますので、まあ年一とかでいいかなと思います。あとは心配性な人は一回突っ込んできちんと上限から下限の間に来てることを確認して、しっかりとキャップを閉めて、これでディオチェスタ AF68 エンジンオイルの交換作業完了となります。最後にもう一度廃オイルの処理方法です。個人の方は必ず廃オイル処理パックなどを使って説明書通り処分してください。基本燃えるゴミのはずです。あとは乗り出す前に軽くアイドリングをしてあげて、オイルを循環させてから乗り出しです。ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。その他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。